世界ミドル級チャンピオン。その腰に巻かれたチャンピオンベルトの歴史がミドル級の凄まじさを物語る。Takehara, if you want to keep your title, you must be smart, brave, intelligent, and use a long jab. It's going to be a tough fight because William Joppy is coming for your title. May the best man win. Harry's up in the air again. Duran just playing on instinct, O'Gill. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. How you doing, Takehara?Thomas Hearns, I'm here to let you know again, once again, it takes hard work. Hard work. And when my work is done, I'll be able to see you. I want to see you, Taki. I have a gift for you. WBA 世界ミドル級チャンピオン竹原慎二。17歳でデビューした彼は着実に世界への階段を駆け上がっていく。5戦目で東日本新人王。早くも闘志をむき出しする両選手。綺麗ですよね。11戦目で獲得した日本タイトルは4度の防衛に成功。その後も無傷の快進撃は続いていく。16戦目で獲得した東洋太平洋のタイトルも常に激しいファイトで6回の防衛に成功する。はい、そして去年12月19日一世一代の大舞台でも彼は臆することなくその実力を遺憾なく発揮した。ミラッパーやはり100戦連覇でもやっぱり舐めると怖いんですね。果たして新チャンピオン誕生か、あるいは青コーナー。やったー！やったー！新チャンピオン誕生！ただいまよりWBA世界ミドル級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界ミドル級チャンピオン160パウンド沖ジム所属竹原慎二。 WBA 世界ミドル級チャンピオン竹原慎二、これが初防衛戦です。24戦24勝無敗、KO 率は 75% です。挑戦者 WBA 世界ミドル級1位160パウンドアメリカウィリアム・ジョッピー。第1位トップコンテンダーウィリアム・ジョッピー、22戦21勝 17KO1 引き分け、こちらも負けはありません。 KO 率 77% です。さあここでレフリーをご紹介しましょう。レフリーは今回が37回目のタイトルマッチになりますジョン・コイルさん、ジャッジはワルドマー・シュミットさん、エクトル・エルナンデスさん、オベッセンさん、以上の3人でジャッジが行われます。この人がジョン・コイルさんです。飯田・ゴイティア戦でも来日しています。今回が3回目の来日。WBA のルールを申し上げておきます。採点は10点4、レフリーは加わりません。3ノックダウン制です。グローブは日本製の10オンス。偶然のバッティングで4ラウンドまでは引き分け、それ以降は採点となります。スコアカードによります。
さあいよいよ両者がリングの中央に集まりました。高橋さん、はい、やはりこう、まあ、ミドル級を日本のこの横浜リーダーで見られるというのはすごいですね。そうですね、かなり迫力ありますよ。ありますね。さあいよいよ歴史的な第1ラウンド初防衛なるかどうか竹原慎二。一気に会場が盛り上がってまいりました。レフリーのジョン・コイルさんが今第1ラウンドのゴングが鳴りました。さあ渡嘉敷さん、はい、渡嘉敷さんはどういうような展開を予想されますか。これね、あのジョッピはどんどんあの攻めていくタイプの選手なんですよ。はい、だから竹原君はね、あの自分の距離を持った攻撃をして、攻めていく、はい、入ってきたところ、右の打ち下ろしですか、はい、そういうカウンターを狙う、はい、そういう感じで攻めたいですね。なるほど。相手がかなりね、あのテクニックがあります、はい、スピードもあります、はい、両左右のアッパー、これなんかうまいですね、はいはい、赤井さん、はい、この両者はまあ、本当に体格もそうですけど対照的な感じしますよね。あのね、リーチはねかなりの差があるんですけどね、はい、ジョッピーのステップインの入り込むスピードがありますからね、そのリーチのことはあまり考えないでいいですよ。だからね、あの竹原は長い左をどんどん打つこと、すぐに懐に入ってこられますからね、はい、スピードのジャブを打つことだと思います。なるほどね。あっと大きな右です。かぶる右が強いんですよ。はい、徳地さん、はい、徳地さんは今日の試合どういうところ注目してますか。竹原のね、もうなんていうんですかね、テクニックを出してね勝っていってほしいっていうのがもう僕の気持ちです。なるほどね、はい、しかし徳地さん、はい、やっぱり世界タイトルいいですね。最高ですね、最高ですね、はい、ワンツーから右のアッパー、右のアッパーを突き上げてまいりました。欲しくないですね、左を出してやはり距離を取りたいところですかね。距離取っておいた方がいいですね。ジョッピーはすごく目がいいんですよ、すごくあの末バックで相手のパンチをこう目の前でかわしたりとかしますんでね、はい、あのフェイント入れたりとかしてごまかしながらパンチ当てていくというのが僕はいいと思うんですけどね、はい、ジョッピーのね、あのフック気味のねショートフックがちょっと怖いですよ、はい、竹原君あの左下がってますからね。あ、なるほどね、もらえますよ。そう公開スパーリングでは今のその右ですね、はい、オーバーハンド気味の右はほとんど見せなかったですけどね、ああやって飛び込んで開く、ああやって距離を置いてる場合はね当たらないんですよ、はい、はい、ボディから顔面、ウィリアム・ジョッピーです。ボディに、ね、うまく入り込んできますから、はい、そっからのアッパーがうまいですよ、はい、あーっと左、右のストックの左のボディ、チャンピオン、ナイス、あー入ってくるところ左を合わせていきました。右、ダブかスリップか、あーダブです右のクロス、バランス、はい、バランス効いてないの大丈夫ですかね。とにかくね、左を上げないといけない、はい、あのジョッピーはショートフックが上手いですからね、右の、打つなら打つ、どっちかしないと。いや、1ラウンド、さあ青コーナーに追い詰めようところ、右竹原打ち返す、左のジャブを出す、ガード上げない、相手見た方がいい、右が助け上げる、チャレンジャーのワンツー、左、中身がバーですね、返しがね、2つ3つ返すなら返せない。ここで第1ラウンドゴング、このラウンドは当然のことながらウィリアム・ジョッピーが渡嘉敷さん取っています。10対9です。第1ラウンド2分25秒ダウンシーンですが、この右のオーバーハンドですね、渡嘉敷さん当たってますね、あの竹野君ちょっと硬いですね、ガードも下がってますしね、もう少し離れたボクシングをした方がいいですね、はい、まだダメージないですあれは、はい、バランス崩しただけですから。あの実はウィリアム・ジョッピーがですね、竹原は左のガードが下がるからそこのところは狙い目だということを話してたんですけどもね、あの腹打ってきてるでしょ、ジャブとかで、はいはい、あれはねもうガードを完全に下げさせようとしてるんですよ、はい、それに乗っちゃいけませんね。あっと右ラッパー、あっとマッチュー、これは完全にウィリアム・ジョッピーのペース、ジャブをねどんどん打っとかないと入ってこられますよ、はい、黒田さん、はい、そのジョッピーサイドなんですが、とにかく時間を取ってここは落ち着いていけと、はい、でもその調子を崩すな、はい、そういった指示を与えています。なるほど、竹野君もっと足使った方がいいね、リズミカルに、はい、ちょっと止まってると相手入ってこれやすいですからね、はい、大きな右です、左足下ワンツー、右をかぶせようというウィリアム・ジョッピー、ジョッピーです、チャレンジャー。黒田さん、はい、赤コーナーのある福田トレーナーが膝が硬いんだと、膝が硬いからもらうんだと、なるほど、それからあのセコンドの話では額をほんのわずかですが1センチほど切ってるということです。そうですか、はい、あそうですね、ちょっと切ってますね、
チャンピオンサイドは斉藤和也アナウンサー、そしてチャレンジャーサイドは小島秀樹アナウンサーのリポートでお伝えしてまいります。飛び込んでくるところ右出しておいた方がいいですね。左のジャブを出します。最初のパンチがね、一発二発で少ないんですよ、はい、相手がどんどん入ってきますから、あっと右打つんなら、打つんならまとめて打った方がいいです。また奥に、またのボディ、またも左を伸ばします。竹原チャンピオン、あのボディはいいボディ打ってますよ。ワンツーです。右を返した、わざとらダッキングで送る、もう一度右、もう一度いない、もう一度返すなら返す、はっきりしないと。しかし本番に強い竹原、左のフックを大きくかぶせてきました。ジョッピーチャレンジャー、背の高い方が竹原慎二、10センチ、あと右、また右です。止まったままだと的が絞られますからね、危ないですよ。赤井さん、かなり右食ってますね。そうですね、それで、ね、ジャブをね、ほんとフェイント使ってごまかしながら打たないことにはジョッピー目がいいですからね、はい、全部こう目の前でかわされるんですよ、はい、そうですね、目のフェイントや体のフェイント使った方がいいですね。そう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 、このあたりは少し足を使います。チャレンジャー、右をかぶせていった、左のフェイント、右をフェイント入れます。また低い体勢になりました。飛び込まれています、はい、徳地さん、はい、竹原選手の表情どうですか。いやでも大丈夫だと思いますよ。そうですか、はい、ナイスナイス、ちょっとちょっとグラップした、右をかぶせました、クロスカウンター気味。相手もね、左が下がるから、ね、同じことがいるんですよ、同じように右のフックが入るんですよ、はい、いいですよ。だから返しがあればね、あの右の後の左の返しですね。そうですね、あとボディまで返したいですね、はい、得意の左のフック、大きな左です。大きな左、交代します。ジョッピー、あーだらっと下げまして、伸びきって竹原得意のパフォーマンスを見せました。ジョッピーもパンチあるなっていう手応えがあったみたいですね。なるほどね、この辺りは不用意に入っていったらやまずいぞというところなんでしょう。そうですね、入ってるのが少なくなりましたからね。第2ラウンドは渡嘉敷さんの採点は10対10のイーブンです。これは第2ラウンド、この右のクロス、バランス崩しましたもんね、あの赤井さん、はい、竹原としては乱打戦というか乱戦した方がいいんでしょうね。でもね、打撃戦のような大きなフルなパンチはいらないんですよ。あ、そうですか、ジョッピのいい目には当たらないと思います、はい、第3ラウンドが始まりました。足を使います、時計回りに回ります。背の低いチャレンジャーのウィリアム・ジョッピー、いいですよ、体状態を動かして今のはいいですよ。右のショート、左のジャブを出します。ようやく渡嘉敷さん、ちょっと落ち着いてきたような感じですね、はい、そうですね、ちょっとほぐれてきましたね、はい、まだまだ世界タイトルマッチは12ラウンドまであります。長い道のり、左のトリプルチャレンジャー、お互いにスタイルが似てきてますね。あ、そうですか、左を下げてね、大きな右、大きな右、竹原フェイントを持っていきました。ボディを持っていった、左まだ飛び込もうというところ、お互いにカウンター狙ってますね。あ、そうですか、左を伸ばします。左はリーチがあります、193センチのリーチ、竹原、そう、自分の距離で生かしてればいいんですよ。そうすると、そう、左を伸ばす、今の動きないですね、相手もだいぶ隙が出てきてますね、足を止めた、足を止めた、足を止めちゃいけない、ボディ、右のボディ、チャンピオン右、チャレンジャー右、チャンピオン右、チャンピオン左のボディ、右のクロス、右のクロスだ、左のフック、あまり接近戦で打ち歩いたくないですね。ワンツーワンツー、このワンツーだ、また右だ、いやこれは何かこう右ストレートというよりも完全にオーバーハンド、あーっと大きな右、チャレンジャーの大きな右、相手に逆に隙をね見られてますよ、あーそうですか、あの無駄な動きをしない方ですね、はい、フェイントかけるならかけた後に投げるっていう感じですよね。ニュートラルコーナーに下がろうというところか、ロープを背にしました、チャンピオンの竹原、竹原の左、この辺り右から左のボディ、得意の右のアッパーを果たしてどの辺りで見せるか、竹原、左のジャブと言いますよりも左のストレート気味の長いパンチを伸ばしました竹原であります。第3ラウンドも間もなく1分を切るところ、危ない、おナイス、ナイス左、また追い詰めようというところですが、足を使います、左が下がりますね、下がりますね、ワンツーワンツーから左、チャレンジャーです、危ない、自分もリズムを取っておかないと相手のリズムに入ってしまいますよ。左をずっと伸ばしていく、さあここで右のボディ、右のボディです、右のボディです、
右のボディです。左をずっと伸ばしています。赤井さん、こういうやり方ってのはどうなんですか。左をずっと伸ばしてますね。戸惑ってますよね。それ長が良かったですよ今のは、はい、でもね、何遍も使える技じゃないですか、ね、なるほどね、まあ、攻撃のためのフェイントにはなりますよね、はい、時計回りに足を使います。右のストレートを伸ばしました。左のフックです。チャンピオン残り15秒を切りました。第3ラウンド、まだ接近戦か。左のボディ、左のフックが空振り、ちょっと力みになりました。ちょっと力みがあるか。スタッチも入れた方がいいですね。もうほとんど時間がありません。第3ラウンド、レフリーのジョン・コイドさんが分けまして、ここで第3ラウンドゴングであります。両者睨み合って分かれていきました。第3ラウンドを終了して、このラウンドは渡嘉敷さん、竹原が取っています。10対9です。追ってますからね。さあ赤井さん、はい、赤井さんはここまでどうですか。両者のポイントはどうなってますか。ワンポイント、リードされてますね。ジョッピーですか。ジョッピーに。徳士さんはここまでの戦いぶり、両者ご覧になってどうですか。ジョッピーが勝ってますね。ジョッピーはどうですか、印象として。思ったよりはそんな強いってのは感じないですね。ああ、なるほどね。渡嘉敷さん、はい、迫力という面では、まあ、ミドル級としてはちょっとないですよね、ジョッピーはね。そうですね、まあ、今までのミドル級のチャンピオンがすごかった人が、ね、ズバ抜けた人が多かったんで。右だ、右だ、右のロングストレート。ただね、そこが挑発してます。これはジョン・コイルさんが注意を与えました。相手を挑発したということで、今なんか舌を出すようなポーズをしましたね。日本人気象でいいですねなるほど。久保田さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイド、はい、まず宮下会長は左を使って、そして再三、お前の相手じゃないんだよということをインターバルに言ってますね。あ、そうですか。それから福田トレーナーは大振りなんだよ、焦るな焦るな、12回やるんだからと。そうです、そうです。そういうことを話しています。なるほどね。チャンピオンもう少し余裕持ってステップ踏んでもいいですよね、はい、出たり入ったり。ジョッピー足使い出しました。そうですね、攻めてきたジョッピーがね、今ちょっと足使い出しました。やはり赤井さん、はい、パンチ力では竹原、スピードではジョッピーというところなんでしょうかね。そうですね、そのパンチのあるのを何回か食らってましたからね、ちょっと警戒してるかもしれません。大きく飛び込んでいく大きな左、ただにいきなりの左フック右フックはいけないですね、あれはいらないですね。やはり布石をジャブで打っておいてというところなんでしょうね。ただね、このクラスですからね、はい、当たっちゃえば危ないですからねなるほどね。また足を使っています。ジョッピー、ストレートをボディへ持っていこうという竹原、接近戦か。右、右を高く打ち合います。左のダブル、チャレンジャー、大きな右です。飛び込んでいきます。なかなかパンチが顔面にヒットしません。リングの中央に戻ってまいりました。早いですね、ジョッピーのジャブ。そうですね、スコア、ナイスコンビネーション。ナイスコンビネーションですね。左から右をフォローしていきました、チャレンジャー。第4ラウンドもあんまりカット来ない方がいい。飛んでいっての左、こういう戦い方はどちらかというとジョッピーのペース。左を伸ばします。チャンピオンちょっとカリカリしてきてますからね、はい、右を伸ばしました。チャレンジャー、今挑戦者のいいリズムに乗ってますよ。相手のペースに少し乗っています竹原。左のジャブです。ジャブが顔面を捉えています。チャレンジャー、足を使います。左を伸ばしていきました。赤井さん、はい、こういう展開というのは竹原サイドとしては一番嫌でしょう。でもね、竹原は打ち合いに強いですからね、はい、打ち合いにも抵抗としてるんですけども、ね、自分の距離を置いた、ね、打ち合いは強いですよ、はい、ジョッピーの方がこう足を使い出しますからね、ジョッピーにボクシングさせたらダメです、はい、ね、足を使っています、青コーナーからまたロープ伝い、時計回り、あ、ステップ、シャッフルを見せました。ワンツー、今度は右を返した竹原、右を返した竹原、右を返した。竹原君もコンビネーション使えればいいですね、いいパンチたまに入ってますからね、はい、ここで第4ラウンドが終了しました。このラウンドは渡嘉敷さんの採点10対10です。あ、竹原選手のお父さん三郎さんがちょうど我々の放送席の斜め後ろでご覧になっています。はい、渡嘉敷さん、はい、第1ラウンドでダウンを奪われるとそのペースを取り戻すとやっぱりかなりかかるんですか、はい、何ラウンドかかかるんですか。そうですね、気持ち的に余裕があればいいんですけど、第1ラウンド目からっていうのはちょっときついかもしれませんね。そうですか、
このあたりまだその自分の本当の落ち着きを小林さん取り戻してないといったところなんでしょうかね。そうですね、あの女子 の動きにちょっと戸惑わされてるような感じもしますけど、この竹原いいですよ。竹原が徐々に追い詰めようというところです。第5ラウンド、一つフェイントを入れてきました。竹原もこういった感じの選手とは対戦の経験はそうですね、ないでしょう。久保田さん、右を伸ばします。はい、どうぞ。ジョッピーサイドですが、はい、ジョッピー陣営からは今の気分がいいだろうと、楽しくてしょうがないだろうと、はい、その気分を続けてとにかく動き回ってジャブを出せと、そういう指示を与えています。なるほど。久保田さん、はい、赤コーナーはやはり会長、自分のボクシングがまだできていないと、ただこの回ぐらいから落ち着くだろうと、そういうふうに話してますね。そうですか。今右のアッパーをもらいました。竹原、大きな右、大きな右のサーク、これはフック危ないですね。ガード上げてないと簡単もらいますよ。はい、右のストレートボディへ持っていきました。大きな右をかぶせていきます。すでに1分を経過しています。第5ラウンド、今までね、こんなジョッピーみたいに足を使う選手とは戦ってないんですよね。打ち合いがお互いに先行していたボクシングが多いですからね。はい、ですから渡嘉敷さん、カストロのような相手っていうのは逆に言うと竹原やりやすいんでしょうね。そうですね、止まって打ち合いする方がやりやすいのはやりやすいです。ご覧のように先ほど斉藤レポーターからの話もありましたが、少し血を流しています竹原です。ちょうど半分を経過しました。大きな右、竹原、右をもらった、右をもらった、ブロッキーだ、ブロッキー、ブロッキー、ブロッキーだ、ちょっと大丈夫か、これクリッチ、ここでクリッチ、ここでクリッチ、竹原し踏ん張りました、竹原踏ん張った、危ない右だ、左、左ノック、左ノックを返していく、あれでいいですよ。はい、見ながら攻撃した方がいい。そう、さあ足を止めての打ち合いか。ジョッピー右のアッパー突き上げる、チャレンジャーが右のアッパーを突き上げてきます。足を止めました。2分が経過しています。第2ラウンドに打ったね、右のフック、はい、カミセのフック、あれ当たりますよ。はい、あれ出したいですね。あーっと左のフックだ、ジョッピーの左のフック、ナイス、右のストレート、ワンツー、右のストレート、ジョッピーが攻めに行きましたからね。逆に竹原はこういう打ち合いのが得意なんですよ。なるほどね、これはまた逆にチャンスですよ。はい、しかしジョッピーはここで無理はしません、無理はしません。残り30秒切りました。また飛び込んで左、少し後退します。ジョッピー足を使っています。竹原君もね、自分の攻撃を出した方ですね、はい、相手の攻撃に合わすんじゃないですか。はい、左のジャブ、右のストレート、左のジャブから右のストレート、ワンツー、竹原もろにもらっています。左をもらう、また足を止めた。ああいう戦いでもいいですから、一応に持っていった方がいいですね。なんとか打ち合いに持っていきたいところだが、これで第5ラウンド終了。このラウンドは挑戦者ジョッピーが取っています。10対9です。これは先ほど第5ラウンドのシーンですが、もろにもらってしまいました。戸口さん、はい、このパンチはちょっとヒヤッとしましたけどね。そうですね、ガッツありますね。ものすごい大歓声です、横浜アリーナ。第6ラウンドが始まりました。牛のように打たれても倒れないでいきますと話していました竹原です。一発はね、竹原君の方がありますからね。ただそれを狙うとやばいですね、手数が少なくなりますから、ね、そうなんですよね。このジャブです、この左はしかし渡嘉敷さん、はい、本当によく伸びますね、ジョッピーは。伸びますね、ステップが速いからね、はい、ジャブも速くなるんですよ。そうです、足の手入りが速いから、はい、お飛び込んでいった、右をかぶせてきます、チャレンジャーのウィリアム・ジョッピー。ここでまた竹原を真ん中にしまして、時計回りに回ります。あ、細かくジャブを出します、細かくジャブを出します、チャレンジャーのジョッピー。打つならね、ボディでもどこでもね、フェイントのパンチを入れたいですね。低いところ、低いところ、うまく逃げますね、これうまく逃げますね、うまく逃げます。ジョッピーは本当、あの足がね、かなりいいですからね、当たらない距離にすぐステップバックするんですよ。まあ、こういう時は考えるのはそのボディ打ちたいと思うんですけど、やはりボディもなかなか打たせないんでしょうね。どうしてですね、大きなボディです。フェイントでいいんですよ、はい、フェイントで、はい、接近戦になるとご覧のようにクリンチで逃れます。
久保田さん、チャレンジャーのジョッピー、はいどうぞ。このラウンドに入って福田とレナーの声が大きくなりまして、1、2、3、1、2、3と、ああ、はいはいはい、返しレナ、返しを、返しですね。追い込んでいこうというところですが、ジョッピーもまだ余裕があります。よいしょ、右肩振りになりました。ロープになんとか追い詰めたいチャンピオンの竹原、なかなか追い詰められる。ボディ画面のね、内を変え、たまにこう入れ替えるんですよ、当たりますよ、右のフック顔面当たりますよ。レフリーが両者を分けます。ナイスボディ、右のボディだ、ナイスボディです。ジョッピーが手をね返すんですよ、はい、大きなミラー、ミラーのボディブロー、ミラーだ、足を止めたら打ち合い、ナイスボディ、この距離は竹原の距離ですからね、ミラーのボディ、いいですよ、長距離こそ、あっと右のストレート、しかし大丈夫だ、しかし大丈夫だ、竹原行く、ミラーボディ、ミラーボディ、ミラーボディだ、ショート、さあチャンピオン、あのコンビネーションで打てば当たりますね、はい、確かに竹原サイドはですね、ワンツースリー、ワンツースリーって言いますけど、赤井さん、一発一発ですからね、ワンツースリーが出ませんね、スリーがね、そうですね、その単発になってしまいますんで、でもジョッピーかなり嫌がってますね。そうですか、ここで第6ラウンド終了しました。このラウンドは渡嘉敷さんの採点は10対9、竹原が取っています。これは第6ラウンドのシーンご覧いただいていますが、戸口さん、はい、ここまでご覧になって戸口さんはどうですか、どちらが有利というふうに考えてますか。ジョッピーが有利だと思います。あ、そうですか。ジョッピーの方はどうですか、見ててまだ余裕出ますかね、かなり。まあさっきのラウンドはね、相当だったんですけどね、はい、さあ第7ラウンドに入っています、第7ラウンドに入っています、ちょっとバランスを崩したが大丈夫、チャンピオン、レアスのパンチで、ね、ジョッピーもねちょっとね動揺してるかもしれないですね。あ、そうですか。これは竹原いいですよ、乱戦に持ち込みたいところ、左を出ます、オープン、右だ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 、足を止めた、足を止めている、よし、打撃戦に持ち込みたい竹原、ナイスボディ、30秒経過しました。この距離での打ち合いはね、竹原君の方がね、得ですよ、はい、手が長い分先に当たります、はい、本人はスタミナは自信ありませんというふうに話していますが、会長はもうスタミナは全く問題ないと言っています竹原。まあ渡嘉敷さん、カストロとあれだけの試合してますからね、もうスタミナ全く心配ないですもんね。そうですね、心配はないです。かえってね、ジョッピーの方がね、スタミナないって言われてますから。ああ、そう、なるほど、はい、ダブルオーバーしたチャンピオンの方が全然いいんじゃないですか。はい、すでに1分を経過、少し余裕も出てまいりましたチャンピオン。そうですね、チャンピオン余裕出てきましたね。スウェーデンを置きますチャンピオンです。少しずつ交代しています、本来の動きが出てきましたね、はい、初防衛のプレッシャーからか日に日に口数が少なくなってまいりまして、その世界タイトルというものに押しつぶされそうにもなりました竹原でありますが、今ようやくこのリングの上ではもう関係ありません。第7ラウンドに入っています、半分を経過、さあチャンピオン手を出しましょう、バーンと伸ばしています、竹原得意のポーズ、竹原得意のポーズ、体を揺すりながら上がってくるが、右、ミラ、ミラ、ミラ、お互いに危ないパンチですね。骨を切らして、肉を切らして骨を断つといったところなんでしょうか。いや、しかし渡嘉敷さん、まあ動きますね、はい、動きますね、軽やかですね、軽力になりますね、さばき、いいですよ、いいですよ、ナイス、どんどん行って左、ステップがうまく踏めなくなってきましたね、はい、ちょっと聞いたでしょうか。ボディと顔面を打ち分けたいところ、ふら止まるといけないですね、チャンピオンもうここで喧嘩しに行ってもいいんじゃないですかね。大きな膝、大きな膝、あー、ボディ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 、ちょっと切ったか、ちょっと切ったか、ちょっと切ったか、足が止まりましたよ、足が止まった、足が止まりました、打っていてもいいんじゃないですか。残り25秒を切っています、第7ラウンド、右のストレート、しかし先ほどまでの威力はありません。そうですね、ステップに力がなくなってきましたね。そうですね、ええ、それとも効いてるのか、ダッキング、ダッキング、ガード上げていく、ナイス、
パンチ決まりましたね。リングサイドでご覧になっています鬼塚さんにお話を伺います。今までご覧になってどうですか。はい、やっぱスピード相手あるしね。ただ前のラウンドと今回すごいトリッキーに行ったらすごいいいんで、相手結構打っても打っても竹原選手倒れないんでね、疲れてきてるし今からチャンスだと思いますよ。ペース変わった感じですか。もうだけどなんか向こうのペースでやっててもパンチあるんで竹原選手、チャンスあると思います。いくらでも。はい、ありがとうございました。元 WBA ジュニアバンタム級チャンピオン鬼塚勝也さんがちょうど放送席の後ろにいらっしゃってます。戸口さんは鬼塚さんの同期ですよね。はい、ジョッピーの足を止めてきてますね。どんどん打ち合ってもいいと思いますね。ここでさあまた左手を出しました。ここで左をもらっています。チャンピオン左のジャブです。右のボディを持っていきました。もう彼はパンチしてる時は、ね、いいんですよ。はい、だから止まってじっとしてないこと、はい、攻めてる時はいいんですからね。セナはやっぱり最大の防御ということで、大きなパンチはいらないと思いますね。まだ飛び込んでボディを狙っていきましたチャンピオン。ナイス左です。左を伸ばしていきます。またロープに追い詰めようというところ、接近戦になりました。チャンピオンはやっぱりもう前に前に下がらないですからね。また右のボディだ。このボディが後半効いてきます。だからね、ちょっと一発一発に力入りすぎですから、コンビネーションで最後に強いパンチを打ちたいですね。なるほどね、捨てるパンチを入れるって、強弱をつけるってところですかね。右のアッパー、今日はそういえばですね、カストロ戦で出していたアッパーがほとんど出てないんですよね、トカシさん。そうですね、今一発一発だから、あれコンビネーションでやるとボディまで来るんですよ。さあまたリングの中央、足を止めています両者です。大きく右をかぶせてきました。赤井さん、この右もですね、はい、だんだん当たらなくなってきましたよね、ジョッピーの右ね。そうですね、ちょっとここは足を使います。左のジャブです。いいですよ、あれで詰めて、コーナーに詰めたいですね。さあ来いという感じの竹原、さあ来いという感じの竹原です。左のボディです。左のボディニュートラルコーナーに落ちるか、左のボディ、ボディが顔面、ボディが顔面、一挙に行く、一挙に行く、続けた方がいいですね。大きな身をかぶせていった、大きな身をかぶせた、交代します、チャレンジャー交代。さあもうどんどん前に出てもいい。赤井さん、はい、ああいう挑発の時はもう構わずガンガン行くもんですね。右のアッパーを見せましたがダメ。竹原君が、ね、上下分けて、ね、打った時は結構いい攻撃してるんですよ。ここで第8ラウンド終了しました。渡嘉敷さん、このラウンドも竹原が取っています。10対9です。WBA の世界ミドル級タイトルマッチ、解説は渡嘉敷勝雄さん、ゲストには赤井英和さんと日本フライ級チャンピオンの戸口貴人選手に来ていただいています。戸口さん、はい、ここまでどうですか、だいぶの追い上げてきましたよね。そうですね、チャンピオンがね、はい、チャンピオンの方のペースに徐々にこうなってきたというような、戸口さん、そんな感じしませんか。でも竹原君がね、調達しない方がいいと思うんですよ。ああそうですか。地道にやっぱ手出してね、打っていった方がいいと思います。ああそうですか、なるほどね。あのね、ジョッピーがね、今出足の表情がすごい疲れた顔で出てきましたね。ああそうですか、はい、やっぱり前半にかなり打ち合ってるんで、疲れてきたんでしょう、ね、それとやはりボディ攻撃っていうのもちょっとずつ効いてるんですかね。そうですね、それもありますね。あと早いラウンドに結構倒してるのが多いんで、あーはー、後半になるとやっぱり弱いんですね。なるほどね、そのあたりのスタミナという面でも竹原は勝っているんでしょう。30秒はすでに経過、40秒を経過しています第9ラウンド。このダブルのジャブ、このジャブが本当にいやらしい右のアッパーを見せました。久保田さん、はい、チャレンジャー陣営は余裕がありますね。そうですか、とにかく頭を使って考えてやれと、そして時間をたっぷりとって自分のペースに引き込もう、はい、とにかくお前のリングだと諭すような指示を与えています。ああ
久保田さん、はい、赤コーナーは宮下会長のワンツースリーだ、みんなにお前のボクシングを見せてやると、そういう声に対して竹原選手かなり大きめの声ではいと力強く答えてますね。あ、そうですか。でやっぱりあのまだ 大振りで一発一発狙いすぎだなという話はしてますが、ジョッピーのパンチはまあこんなもんでしょうと、これぐらいに流しています、そうですか。左のショートだ、左のショートです。竹原君いいパンチ当たってるんですからね、あのパンパンパンと出したいですね、はい、一発一発でやめるともったいない、はい、今の左のショート良かったですよね、はい、そうですね。このジャブはダッキングで避けます。チャンピオン1分半を経過、あ、遠くの右左右ですが、これは空振りしています。右ですがちょっと顔面にかすった感じ、左を伸ばしていきました。また接近戦、赤井さん、はいはい、竹原の方のパンチのスピードというのはどうですか、1ラウンドから見て。いや、あの驚いてませんよ。そうですか、はい、また接近戦、左のアッパーだ、左のボディアッパー、そこで、そこで、そこで、そこ、あのショートの右フック、こうですよ、ジョッピーの。さあちょっと下がりました、ちょっと後退してくる、これは右のボディが、右のフック、顔面に乗っていく、チャレンジャー、あのパンチでね、結構倒してますからね、ジョッピーは、はい、ショートの右フック、怖い、はい、打つなら左を上げながら打たないと、あーっと右のアッパーは空振り、あ、右に集まった、右に集まった、3発、左、左が右、左が右、9ラウンド TKO 勝ちであります。ちょっと早かったですけどね、初防衛に失敗、まずダウン取ってからでも良かったですよね。そうですね、ちょっと数えてもらいたかったですね。まだ竹原としてはちょっと余裕があるかなと思ったんですけどもね。そうですね、惜しい、ここまで今僕ではドローで来てたんですよ、あとの4ラウンドの戦い方でどうなる。財団法人日本ボクシングジョン・ミーが竹原のところに駆け寄っていきまして、両者健闘を称え合いました。あ、残念、これはちょっと残念ですね。ただまあ朦朧としてましたから、それからあの連打を浴びたら危ないっていうのはあったかもしれないですね。それから WBA の場合はあのロープダウンは取りませんのでね、そのままあの KO になるケースが多いんであるんですね。あ、でも痛いですね今のね。そうですね、もったいない。あの渡嘉敷さん、せっかくこう追い上げてきた時だけにね。そうですね、ちょっと残念ですね。後半打ち合ってね、ポイント稼いでもうこれで防衛かなと思ってたんですけども。あの渡嘉敷さん、渡嘉敷さんがあの先ほどですね、ちょっとあんまりこうそのトリッキングっていうんですかね、こう行かない方がいいという話してましたけど、そういう形に出てしまいましたね今ね。うん、向こうもやっぱり攻めるのと攻める時もね、何ですか、やっぱり調整したいですから、やっぱり絶対ダメですね。なるほど。久保田取締役より勝利者賞が贈られます。ジョッピー、このウィリアム・ジョッピー、23戦目にして世界初挑戦で見事に WBA の世界ミドル級タイトルを獲得いたしました。竹原初防衛に失敗。ちなみに過去日本のチャンピオン、これは延べの数ですけれども、初防衛に失敗した人は15人います。初防衛というのは最初にも渡嘉敷さんに伺いましたけど、本当に難しいんですね。そうですね、プレッシャーがいろいろかかりますね。ただ今日の竹原君はちょっと手が少なかった。そうですね、あれもう少し手出していれば、はい、いいパンチもあの当たってましたんで、うん、連続でパンパンと当たったんじゃないかと思います。もう特に赤井さん、はい、最初の 1,2 ラウンドなんか本当硬かったですもんね。ちょっとね、それとまたジョッピーがすごく竹原を研究してきてました。あ、なるほど、本当によく研究しましたですね、はい、だから竹原のしたいことをさせてくれない。もうあの足を使って動いたりとか、その細かいジャブ出してきたりとか、はい、出たり入ったりされたりとかで、でも残念、残念ですね。それではここで新チャンピオンとなりましたウィリアム・ジョッピー選手に小島アナウンサーからインタビューしてもらいたいと思います。竹原慎二選手、ご覧のように肩担がれるようにして控え室に向かっています。はい、それでは放送席、新しい WBA ミドル級チャンピオンに輝きましたウィリアム・ジョッピー選手です。コングラチュレーション。The chant, I'd like to thank all the Japanese people, because just like I said, I feel right at home right here in Japan. I would love to come back here and fight again.
Anytime Mr. Oki can bring me back, I'll come back and fight. A good performance, shit you talking her. You're a very polite gentleman. The Japanese people are very polite people. And just thanks a lot. And I hope I get a chance to come back again. I love all y'all. 戻ってまいります。いつでも戻ってきます。もう日本の方々は非常にプライドの高い皆さんですが、私は何遍でも戻ってまいります。ちょっと興奮していて、インタビューの方が続けづらい状態になっているんですが、続けたいと思います。ジョッピー選手。はい、ジョッピー。ジョッピー選手がですね、かなり本当にエキサイトしておりまして、インタビューが続けられないようです。WBA の世界ミドル級タイトルマッチ新チャンピオン誕生、竹原慎二選手は初防衛に失敗しています。